NHK をぶっ壊す。私のスピーチで最後にさせていただきたいとは思います。まあ、本日、私が内部告発で得た情報を、先ほど小出しにいくつか出させていただきました。で、まとめたものに関しましては、スライドにしてですね、もう19時の時点で上げております。で、この動画のコメント欄にも貼っておりますので、そちらの方をぜひ見ていただきたい。必ず見ていただきたいです。で、先ほど申し上げましたけれども、まあ、一つには、立花隆が反社会勢力からお金を借りていると。借りている噂がありましたけど、具体的に誰から借りていて、いくらぐらい借りていて、いくらぐらい返しているのかという話も、すでに私たちのところに入ってきました。反社会勢力に対して、法外な金利で、ちょっと待って、何やってんの？冷静にしてください、ね、冷静にしてください、ね。反社会勢力に対して、法外な金利を払っている。で、その契約は金利何パーセントっていうことではなくてですね、2000万円借りて3500万返す、それ利益供与ですから。しかも立花あいつ言ってましたよね、3億3000万借りて、個人で借りてガーシーに2億円払って、残りの 1.3 億は参議院選の前に借りてるお金を個人的に返したと。お前返せてねえじゃんかよ。お前なんで返せないんですかね。金利がバカ高いからですよね。なんで返さないんですかね。反社に来てこれなんて言うんですかね。ケツ持ちの代金を払ってるんですか、立場の中に。これ完全に利益供与ですよ。国政政党の創業者が反社会勢力に利益供与だ。お前ふざけてんのは立場だ。そしてこれふざけてるだけじゃありませんからね、反社会勢力との密接交際者は犯罪ですからね。しかも明確な利益供与ですよ。しかもその原資は何ですか。政党助成金ですよ。皆さん国民の税金ですよ。国民の税金から反社に対して高い金利を払った。お前ふざけてんのか。立花だ。お前どこまで腐ってんだよ。国民に説明してみろ。俺が言ってるのは邪線か。立花だ。お前今日逃げてるけど動画は見るよな。見ざるを得ないよな。お前今ほら泡吹いてんじゃね。立花が反社から金を借りている、これが一つですよ。でもう一つは立花と Z 理事が共謀してガーシーを騙したことによってガーシーが逮捕された。立花が青汁に相談して青汁が Z リーにお金を払って Z リーが動いてガーシーに対して考察活動をやった結果ガーシーが逮捕された。このことはガーシーは知りません。やばくない？ガーシーを日本に帰らせて自分の風向きが怪しくなってきてるからガーシーを何とか使って自分の人気を取り戻そうとしたんだって。それで今日秋田慎太郎さんのファンからめっちゃ書き込み入ってましたけど、まあ、ガーシーを操ってたのが秋田慎太郎で、ごめんなさいね、今日はもう全員軽症略でいきますからね。 Z リーも滝正則、あ、ちょっと死後トーン落としてほしい。Z リーが動いてガーシーが逮捕されて、そのスポンサーは青汁王子だと。青汁王子が Z リーに1000万ぐらい払って、そこから半分が折原に渡って、折原の取り分が5、600万だったそうで、しかし今回の動画の暴露があって折原の取り分はだいぶ減ったらしいと。でその折原が杉田さんに Z リーも青汁も俺の子分だぐらいのことを言って LINE を見せて、これ Z リーの LINE アカウントってうちの杉田に見せてましたけど、 Z リーさん大丈夫ですか、これ閉めた方がいいんじゃないですかね、お宅の折原、まあ、これが事件
険屋という商売なんでございましょうが、そもそもゼットリーって何ですかといえば、ゼットリーっていうのは半グレです。半グレ集団です。メインの方は2人です。その2人のうち1人が滝正則が今回の主犯格の1人です。ゼットリーは半グレですから、人をさらったりするような活動も最近もやってます。つまり暴力まで使って大津彩香からこの案件から引き出せようとした。ですよね、青汁王子。私青汁とは今週訂正をいたしましたけれども、申し訳ありませんね。ちょっと状況が変わりました。あなたも嘘ついてたから、もう一回全面戦争開戦だな。やばくない、青汁王子。これね、これがこの事件の概要です。いきなり反社に業務を頼んだらさすがにまずいからって言って間に半グレを挟ん でそのゼットリーの結末は行動会と、実行部隊は関東連合の残党だ。ちょうどこの六本木にいらっしゃいますよね、まだね。これが国政政党の中枢で行われていることですよ。これ立花の一味は反社と付き合いがあるなんていう生ぬるいレベルじゃありませんよ。立花の一味イコール反社です。秋田さんとガーシーが共謀して、ガーシーの暴露をやめさせてやるから俺数百万円払えっていう恐喝の仕事を常習的に秋田がやっていました。これはガーシーも知らない案件があります。しかしガーシーも知っている案件もある。結構この業界のウォッチャーの人はもう分かっているように、ガーシーは秋田の言う通りに動いていた。そのガーシーは秋田とは離れて日本に帰りたかったそうです。で、立花はそこにつけ込んで、ガーシーと秋田を引き離し、ガーシーを日本に連れて帰ることができれば、ガーシーは自分のものになる。そのガーシーを使って自分を復権しようと考えたそうです。でも私が持っている情報を見る限り、ガーシーが微罪で釈放される可能性はほとんどありません。常習的に恐喝をしている、特殊詐欺のような状況もある、下手したら実刑で7年ぐらい食らうんじゃないですかねという意見があります。ガーシーですよ。そのガーシーに対して立花は20日間で出れるから大丈夫大丈夫、帰ってこいと言い、ゼットリーと共謀して工作まで行った結果がガーシーの強制送還です。ガーシーはそのことを知りません。お前やってるほど汚すぎるよな、お前。ガーシー、ファウジー、ゼットリー、タキー。この中ではガーシーは一番普通の人だと思います。彼もやってしまったことに、やりすぎたことはあったと思います。しかしガーシーをおもちゃにした奴らがいっぱいいて、ガーシーは日本に帰ってきて、このままだったらかなりの長期に懲役に行く可能性が高いです。で、今頃秋田は逃げようとしているだろうね。赤スパリでございます。秋田とガーシーが共謀して恐喝した案件に立花が直接に関与していたという証拠も私たちは持っています。追加の証拠も速やかに揃います。私たちはこれを順次来週から刑事告訴も含めて発信してまいります。立花の一味、お
私の本日の暴露のメインの主張は今申し上げたことです。ホリエモンにも流れ弾が当たっています。流れ弾かどうかもうここまで来ると分かりません。ホリエさんも釈明されたらどうですかね。あなたも借金の返済にお金を出しているらしいし、じゃあもう時間も時間でございますので、最後にみんなでシュプレヒコールをやって終わりにしたいと思います。